こんにちは、直樹です。今日はね、珍しいバイトをご紹介していこうと思いますが、今でもね、そのバイトやっていまして、で、何のバイトをやってるかと言いますとですね、いちごをですね、収穫をするバイトやっていまして、このバイトというのは非常に楽しいわけでありまして、まあ、メリットもあれば、まあ、デメリットもありますので、そちらも合わせてご紹介していこうと思ってますので、よろしくお願いします。で、なんでそのバイトをですね、見つけたかと言いますと、パソコンでですね、インディードで検索をしてまして、なんか珍しいバイトがないかなと探していまして、たまたまですね、画面の前で止まりまして、あ、これイチゴの収穫のバイトがありますので、よかったらやってみませんかという案内があったからです。で、そのバイトを見つけまして、しかもですね、その勤務先が家から5分っていう距離がありますので、近いっていうのと、あとはね、私農業が未経験ですので、まあ、せっかくならば農業も体験してみようじゃないかということでやってみました。内容っていうのが、ひたすらですね、イチゴをですね、取るということでありますので、本当にね、これ楽であります。黙々と、やる人にはとても向いているバイトでありまして、で、メリットをご紹介しますと、あの、台車がありますので、腰を痛めないんですね。うん、イチゴを取る専用の、まあ、台車がありますので、腰を痛めないので非常にね、あの、助かっています。そしてイチゴを取っていると、イチゴのですね、特有の甘い香りが、ね、漂ってきますので、非常にね、これね、楽しいですね。うん、本当にね、いちごっていうのはいろんな品種がありまして、あの、とちおとめはもちろんですけども、まあ、スカイベリーや、夏姫だったっけな、確かにいちごの品種があんまりで覚えていないんですけども、本当にね、いちごの特有の甘い香りが漂ってきますので、非常に美味しいバイトであります。逆に、ね、でもデメリットっていうのは、あの、ハウスの中で作業をしていますので、とても暑いんですね。だから、あの、喉が渇きやすいので、まあ、設備をですね、多く取る必要があります。で、あとは太陽が当たっていますので、日焼けはしやすいんですね。だから日焼け対策のために日焼けクリームを塗るっていうのと、あとミツバチや虫が結構いますので刺されやすいんですね。私もこれまでね、腕とかに足に刺されてきました。なので、虫除けスプレーをですね、塗るということが必要でありますね。うん、で、まあ、このバイトをやっていてですね、あの、パートさんが多いんですね。あの、学生さんがいなくてですね、私だけになりますので、しかも男性が私だけになりますので、あとパートさんが多いですので、気さくにですね、私に話しかけてくれるんですね。あ、今日もね、君がいてくれて助かっていますよでね、そんな感じの風潮で話しかけてくれるっていうのと、結構若い人がね、このバイトやってるなんて珍しいねっていうことで、結構ね、そういった感じで話しかけてくれるんですね。だから僕もこのバイトやっていて非常に楽しいわけであります。結構ね、いろんな人とね、コミュニケーションができるので、それも楽しいことのバイトであります。次に時給をね、話していこうと思いますけども、時給がですね、まあ、900円から1000円くらいでありまして、まあ、そんなに悪くないでバイトでありますけども、結構珍しいバイトというのは結構時給が高めないバイトもありますので、結構ね、あの、いろんなね、バイトを探していますと、珍しいバイトというのが、まあ、時給がだいたい900円から1000円くらいが多いかな。まあ、そんな感じのバイトも多いと思いますので、よかったらですね、まだ1年生もいるかと思う、1年生でバイトをですね、始めていない学生さんもいるかと思いますが、よかったらね、どんどんね、珍しいバイトがあったり、まあ、自分に合うバイトがあるなと思ったら、そこにね、バイトにね、応募してみてください。たまにね、イチゴを収穫したら、それをパックしてくれたやつをくれるんですよ。私はこれまで2回にいただきました。で、あの、スカイベリーをね、いただきましてですね、あの、スカイベリー特有の甘さがね、本当に美味しいんですよね。あの、いちごを収穫してやりがいがあるなと思って、結構ね、このバイトはね、非常にね、美味しいバイトであります。いや、本当にね、このバイトやっていてよかったなって思いますよ。うん、ただ暑いわけでありますけど、ただね、収穫をする やりがいがね、楽しいでありますので、いや、本当にこのバイトやっていて、まあ、そうはないと思いますし、まあ、このバイトを見つけてよかったなって思い、今でも思っています。はい、このバイトはね、短期バイトでありますので、5月末で終わりますので、あと1ヶ月しかないですので、まあ、これからもね、暑さは続くと思いますが、まあ、水分補給を取りながら一生懸命ね、イチゴをですね、ひたすらね、取るということに集中をして頑張ってやっていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。今日はね、珍しいバイトをね、ご紹介していきますけども、まあ、まだね、1年生の方でバイトを始めていない方や、これからね、バイト始めますよという方もいるかと思いますが、まあ、自分に合うバイトを見つけたり、珍しいバイトがあったらどんどんね、応募してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。